はい、それでは今回はここで、ね、桐生一馬か、まずは兄弟分の錦鯉が出入りしとるらしい、一馬組事務所当たってみるかということで行くんですけど、いや、錦あれよな、何、もう、しゃあないな、やるか。錦、桐生ちゃんたちと一緒にいるから、相手するとしたらあれかな、柏木さんかな。錦だけまた別行動してるとか、そういうのは、なさそうな感じがするからな。いや、早く誠ちゃんに合わせてやりたいよね。ルルルルルルル。よし、よし。いてて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 。ぶっ殺してやるぜ、じゃないよ。おお、よし。あ、これは何？あ、またポケットティッシュ。 あ、もうお買い物していくか。久しぶりだな。よし。あ、美穂ちゃんじゃん、いらっしゃいませ。久しぶり。いらっしゃいませ。スタミナ X でも買っていくか。よし。ありがとうございます。よし。でも今日私フルーツしか食べてないな。なんか昨日めっちゃ食べてさ、全然今の今まで全然お腹空かなくって。なんかフルーツが悪くないそうだったからフルーツ食べた。リンゴとあとプラム。プラムうまいよな。なんか最近ね、ハマってね、スーパーでよく買っちゃいますけどって。おお、来た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 。風間組事務所、ここやな。錦山という男が入り浸っとるいう話やが。あ、本人がおるにせよ、おらんにせよ、穏便に済むはずはないやろうな。どうする、もう行くか。はい。よし、行くで。柏木さんとバトルかな。錦いなさそうだしな。冷麺食ってるかな、柏木さん。あ、お違い、っ待た。て。若衆。誰だてめえ。真島言うもんや。堂島組の錦山、来とるか。え？錦山さんのお知り合いですか？いや、これから初対面。ああ？てめえふざけてんのか？何者だこれ？錦山おらんのか？うるせえ！おめえもういいから帰れ！ここどこだと思ってんだ？一気に態度変えてきたな、コロコロと。あら、消えろっつんだよ！よせ！あ！そいつは真島だ。お前らの手に負える相手じゃねえ。柏木さん。真島って、真島五郎ですか？3年前、島の組から消されたっていう話だったかな。間違いねえ。あんた誰？風間組若頭の柏木だ。あんたが錦山に何の用がある？あんたには関係あらへん。ええから錦山出せ。俺がお前の言うこと聞く義理でもあんのか？なんやと？お前は登場会から抹消されてる。ここはお前が来ていい場所じゃねえ。ええ加減にせ。俺は錦山出せ言うとるだけやで。さっさと出さんかいボケが。錦山も桐生もお前には渡さねえよ。柏木さん。上等やない。お前らはいい。こいつは俺がやる。ああ、やるのか、柏木さんと。場所を変えさせてもらうぜ。この神聖な事務所、お前の血で汚されちゃかなわねえんでな。こない小汚い事務所でよう言うわ。ま、ええやろ。柏木さんはセブンのサバイバーの印象だからな。なんかあんま強い印象ないんだけど、どうなんでしょうね。
サバイバーのマスターね、視聴者さんから教えてもらったけど。何やここ。え？俺が面倒見てるビルでな。好きに使わせてもらってる。お前の死体が転がってもすぐに始末できるってわけだ。ほんまにあんた一人でよかったんか。今からでも遅ない。手下呼んでも構へんのやで。それじゃつまんねえだろ。俺もお前とは一度やり合ってみたかったんだ。おかげでさっきから血が騒いで仕方ねえんだよ。極道のサガってやつか。めっちゃ強かったりして。どうだろう。あ、はい、はい。おっぱじめようぜ、マジマ。わあ、柏木さん。行くぞマジマ。行くぞマジマ。名前なんていうの？おさむ？しゅう？どっちだろう。わーい。柏木さん。いた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 。ちょっと待って。スラッガー行くか。あ、じゃ、な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 。いいねいいね。お、ボコボコ。おー、いいっすねいいっすね。こい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 。くっ、跳ね返しやがった。すじー、いやー。段差でいくか。お、なになになに。いけ。よく避けたな。よしよし、来た来た。あとは削るだけ。いてててて。やばいやばいやばい、怖い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 。なんか湧いてる、なんか湧いてる。お薬飲むか。よーし、いて。いてててて。いてててて。寄ってる。そう、じゃ、またお薬、お薬、お薬。いた。ちょちょ、柏木さん。いった。ちょ、強いな、スラッガーでいくか。やばい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 。いかん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 。ちょっと待って、ちょっと待って。スタミナ X、 もうちょっと飲むか。はい、オッケー。
んだよな。あ、強い。柏木さん、やめて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 。これまた後でめっちゃお薬買っとかないと。よいしょ、はい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 。見てててて、蹴りの威力が強いですね。いたたたたた。あとちょっとあとちょっと。あれなんかさ、あのバトでなんかボコボコする動かし方わかんなくなっちゃった私。どうやってやるんだろう。あ、でも勝った、やったー、強っ。来ない化け物が風間組におったんか。いや、強かったね、柏木さん。柏木さん、ええとこに来たやねえか。錦山っちやつはどこや。さっさと答えんとこいつの左目えぐるで。うえ、俺と揃いにしたる。俺にそんな真似さすな。セレナって店だ。あ、セレナ、はい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 。天下一通りにセレナって店がある。西山さんはよくそこで飲んでる。あ、まあそうですね。そうか、おらんかったらまた戻ってくんで。怖い。錦山はセレナという店やったな、天下一通りや。はい。まあでもね、セレナだとあの綺麗なね、あのママもいるし、まあ琴ちゃんも少しの間はゆっくりできるんじゃないかなとは思うけれども、まあ、一緒にいるかどうかわかんないですけどね。こっちか。よし、セレナここやな。錦山がよく飲んどるんやんは。ここにおらんかったら話は振り出しに戻る。何が何でもキリュウの居場所をつかまんと。入る、行くで。お店普通にやってんのかな。あ、いらっしゃいませ。いるじゃん錦山。キリュウとマコトはどうした。良さそうな店やな。ありがとうございます。帰るよ。あ、なあママ、この店錦山いう男の行きつけって聞いたんやけどな。あ、実際よう来るんか。ええ。誰だあんた。真島言うもんや。お前は本人ですね。あんたの探してる男だって言ったらどうする。俺がほんまに探しとるんはお前やない。牧村誠いう女や。その子は立花不動産の桐生と一緒におる。その桐生のとこに案内してもらいたいんや。真島って言ったかあんた。ああ、俺がこの世界に入る前、島の組に真島って人がいたらしい。下手打って左目えぐられたって聞いてるよ。それ以来町から姿消したってさ。
登場界に復帰したってことですか、真島さん。まだや。だったらなんで牧村誠を追ってんだ。あの子を守るためって言うたら信じてくれるか。何？お前の兄弟分はどこや。牧村誠どこに隠したる。錦山君、お前じゃ俺には勝てん。笑わせんな。会ったばかりで俺の何がわかんだよ。今ので何もわからんようやから、お前は俺に勝てんのや。あんたも分かっちゃいねえよ。あんたの目に俺がどう映ってんのか知らねえが、俺は死んでも兄弟を売る男じゃねえ。ああ、錦、いいやつ。ほんと。そういうことかいな。うん。確かにあんたは強えらしい。それでも俺は引くわけにはいかねえんだよ。ああ、何？錦とバトルなの？はい。はい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 。ゆうかさん、もうさ、これどっちの味方していいかわかんなくなるな。錦山明、行くぞ、錦。あ、そう、この攻撃ね、やりたかったんだよな。ケツバット。ごめんね、ほんとママ、ほんと今回もお店。待って、ダンサー。よしよしよし。まだなんかダンサーのさ、この回転攻撃のさ、HP のえぐり具合がすごいんだよね。いてててて、ニシキー。いた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 いかん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 。よし、あとちょっと。真島さんよ。よし。ごめんね、ママ。おお。やるねえ、ママ。そう、レイナさんはね、味方だもんね。あ、ちょ、なになに、あ、なに、あ、ちょ、間違えた。あ、回復しちゃう、これ。サンキューレイナ。わ、めっちゃ回復したやん、くそ。だだ。錦山はね、レイナさんと付き合えばいいのに。お似合いやで。キモ座っとるいい女やしな、レイナさん。よし、オッケー。あー、回復された時はやべえって思ったけど。もうやめて。錦山のライフはゼロよ。やめてほしいんやったらいいや、錦山。うん。キリはどこや。待って、あなたが探してるのは牧村誠でしょ。うん。よせ、レイナ。うん、レイナさん。彼女なら姿を消したわ。え、もうキリュウさんの元にもいない。何何、え、どうして。何やと。え、どういうこっちゃ。錦山くんも今彼女のこと探してるの。え、ここに来たのもその誠さんを探すために。はぐれちゃったな、あの後。ほんまなんかその話。
3時間くらい前だ。彼女の兄貴が殺された直後、行方が。ええー、ちょっと待て。なんなんや、誠の兄貴っちゅうんは。あそこ知らないもんね、山島さんね。知らないのか。立花哲、立花不動産の社長が彼女の実の兄だ。なんやと。二人は中国残留孤児の2世で、10年前に中国で生き別れてる。一人で日本に密航してきた立花は、後から妹も来日してたと知って彼女を探してた。で、誠ちゃんも探してたんだよ。ずっと兄貴を探していたらしい。彼女が蒼天堀にいたのは、そこに立花がいると思ってたからだ。その兄貴がひでえ殺され方して、あの子はしばらく放心してた。俺も桐生もかける言葉がなかった。気がついた時にはあの子は姿消してた。目が見えねえはずなのに、どこ行ったんだ。みんな放心状態だったんだな、キリュウちゃんも錦もそれで見失ったと。ホームレスかい。あ、そうなんだ。そこに連れ帰った後に、あの子は消えた。あ、ホームレス街まで一緒だったんだね。今頃町を出歩いてるかもしれんちゅうことか。あの子はヤクザが行産狙っとるんやぞ。うん。あんた、さっきあの子を守るために探してるって言ったな。あれ本当なのか。ああ。だったらあんたも探してくれ。あの子に何かあったら、うん、俺も桐生も死んだ立花に合わせる顔がねえ。うん。くそ。今回ここまでだなぁ。いやぁ、どこ行ったんだ、誠。いや、でも考えるとしたらさ、復讐じゃない？登場会、堂島組。いや、兄、まあ、特にあれか、クゼ一味に対する復讐とかでさ、なんかさ、もう、単身で乗り込んでったりとか、そういうことしちゃいそうなんだけど、あの子のことだから。いや、めっちゃ心配やな。この町のどこかにあの子がおるはずや。早く見つけんとまたさらわれよ。で、ということでね、じゃあ今回ね、ここまでにしておこうと思います。あ、ちょっと一つ、直告させていただきたいんですけれども、何回かね、コメント欄で書いたりはしたんですけれども、先の展開を書くのはやめていただけないでしょうか。ちょっとね、私本当にこのゲーム楽しみにしてて、で、先の展開とか自分で一切情報入れたくないんですよ。もちろん視聴者さんからのコメントもね、コメント書いてくれるのは本当にありがたいし、めちゃめちゃね楽しく読んでるんですけども、キプレイ、まあ、このゲームやったことがあるよっていう方のね、コメントでね、なんかね、この先何々がありますよとか書かれるのはね、非常にちょっと苦痛を感じておりますので、自分でね、そういうの知りたいって思ってる人間なんで、なので、ちょっとね、初見ならではの楽しみっていうのを、ちょっとあまり奪わないようにしていただけると助かります。ご協力をしていただけると。はい。ということで、じゃあ、今回はここまでです。ご視聴いただきありがとうございました。